ランドアイ記憶記憶もう戻ったんじゃねえの。あ、そしてマックス溜まったね。さあ行くぜランドアイ。お、なんか見たことある顔があるね。イブシ隊、まもなく第一防衛ラインに到着。アンノーンとの接触まで20秒。星野葵さんの声優は葵さんですね。はい、エネミー位置確認、検知パネルオープン、トラックナンバー割り振り開始。オペレーターね。状況は敵の数は50を超えてる、ね、これまで。あ、見たことある人がいる。攻撃部隊だ。すでにイブシ隊は出撃させたよ。わかりました。気づいた。おばちゃんです。なんでここに。定食屋のおばちゃんは仮の姿。私はね、異星人との戦いにおいては管制オペレーター担当さ。天道さんはかつては軍の管制官。マジかよ。ここのクルーは町でそれぞれ別の顔を持っている。普通の人としての顔。イブシ隊が敵に接触したよ。おばちゃんのこの髪型、昔のオタクだよ。フレアおよびランドビーコン探知。敵第一防衛ライン突破。ミサイル弾幕装置。消えるな。死んでも俺たちの家を守るぞ。ちなみにこれ全部パイロットがいるんだけど、まあ、多分ほぼ死んでるね。ただでさえ 99.9% の人口いねえのにこのロボを、ね、割とボコボコにされてるんで、こんなの耐えられねえ。ちなみにね、アニメ版見たことある人ならわかると思うんだけどね、これほぼ作が同じだね。使い回してそう。こいつらか。こいつらが俺の。さすがの銀ちゃんでもこの数じゃ分が悪いね。どうする？武蔵を出しましょう。武蔵？仕方ない。銀ちゃんってここの隊長なんだけど、ね、イブシ銀太って名前ですね。元ネタはイブシ銀ですな。総員、武蔵出撃準備。攻撃部隊がこのシェルターに攻撃を仕掛けたようです。この町を破壊するというのですか？いいえ、我々の目的は破壊ではありません。破壊ではありません。男子ロッカールーム、つまり女子ロッカールームもあるということか。時間がありません。出撃を急いでください。ひよっこのあんたを出撃させるとは、南さんも思い切ったことをするよ。安心しな。こういう時こそ私たちオペレーターの腕の見せ所だからね。おばちゃん頼りになるわ。ちなみにオペレーターは帰れるらしい。出撃で不安かもしれないけど、今は南司令の言葉を信じてみてください。ちなみに現状南司令の言葉を信じれる要素が一つもない。このままじゃ第二防衛ラインも持たない。ダイバー級ローグだけではやはり厳しいか。ダイバー級、ね、メガトン級ローグ、ね、それこそが武蔵っていう。記憶転写、少し強引な方法だけど、この状況を打開するのは手段を選んでいられないわ。ちなみにこの記憶転写っていうのは、記憶を頭に上書きするというなかなか凄まじいやつです。乗らないなら帰れって言われそうな職場なんで。なんだこれ、矢印なんだ。10階、ロッカールーム。ちゃんと着替えさせるんだ。話の流れで着替えるんじゃなくて。あんまりこの服かっこよくないな。無理もない。短時間で過去の記憶を引き戻され、さらに記憶転写で操縦法という新たな記憶を植え付けられたわけだ。くそ、緊張してくるぜ。ピ
パパパッ、さっきのロボットもいい、ロボットっぽい犬だ、ね、ロボットゲーム。なんだこいつ、でこりゃ、こいつはトンキー、トンキー、リュークが作った AI アニマルだ。戦闘に役立つ機能がついていると聞いているが、リュークが作ったんだ。どんな機能だ。さあ、知らん。まあ相棒だよねはっきり言ってヤマト、リュウゴ、自分のパイロットポッドは分かるな。ああ、基本的にアニメとほぼ同じ流れだねよろしくな。あのやんちゃな3人も覚悟の決め時かしら。坊やたちが一線級のパイロットと肩を並べて出撃とは世も末だね。世も末だね。メガトン級機体は人の極限の感覚を要求する。むしろ若者たちの中にこそその条件を満たす者がいる可能性が高い。彼らの差し詰め眠れる獅子ってところかしら。眩しい。ピポピポ。あ、お前仕方ねえな、おとなしくしててくれよ。ちなみにアニメ版だとこのアイもよく動くよ。あの尻尾のねプロペラ回って空も飛べるよ。なんとなくだがやることがわかるな。もともと機械は苦手な方なんだけどな。格闘ゲーム感覚で戦えるんなら大歓迎なんだ。初めにやったね、格ゲーと操作方法同じなんで大丈夫っす。記憶転写学習法は一瞬で知識を得られる代わりに忘れるのも早い。しっかり実践で焼き付けるんだ。ちなみにあのアニメの1話がこれに乗ったところで、ね、ここで終わり、ここで1話終わり。まだ戦いまではいかない、乗って出撃したところで終わりだった。基本的に話の流れは同じ。武蔵は地球の技術を結集して作られた最強にして最新鋭の機体。最強の機体だ。なこと言われても48時間で滅ぼされた地球の技術を集めてもな。説明を聞きなさい。へいへい。武蔵の操縦は3人で分担して行うわ、ね、ここの解説聞いててみんなが思うことがもうすぐ出てくるよ。今のあなたたちでは一人で全システムのコントロールは不可能よ。あ、3人で取り込む。ヤマト君のコックピット1は全体の動きと攻撃システムのコントロールを行うわ。あえよ。リュウゴ君のコックピット2は防御システムとパワーマネジメント。要は身の守りと力配分防御です。理解したぜ。テル君のコックピット3はレーダーシステムと戦術コンピューターの担当ですよね。ええ、その通りよ。お任せください、ミナミさん。こいつ絶対ミナミさんに惚れてるよね。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサーパラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。脇がメガトン。じゃあ行こうぜ。ここ地球人の反撃だぜ。このセリフで終わりだったかな。チャットがあるんだね。メガロボファイター2。さあ来た。お、これいきなり戦闘始まりそうだな。
動システム起動、戦闘システム起動、メインフレームモード、スキャニング。パワーチャージャー異常なし。上昇値50、60、70、まもなくチャージ完了。戦術コンピューター、戦場位置確認、地形マッピング形成、付近に敵兵なし。坊やたち、駆動システムのチェックとして武蔵を歩かせてみるんだよ。やってみるぜ武蔵。お散歩するぜ。お散歩しまーす武蔵。チュートリアルかな。こいつ、やかくぞ。ゲームショー、ここか。なんかここやった覚えがある。うん。ちなみにね、アニメ版だと実際動いてみて、よし、動けること確認。じゃあ、戦場に向かうぞ。しかし、戦場までは遠い。そのまま武蔵で歩いていったら、ね、戦闘終わっちゃうわ、みたいな話になって。じゃあ、どうすんだよ。武蔵は3体に分離して、ね、飛んでいくことができるんだっていうシーンがあるんだけど、ゲットマシーンじゃん、ゲッターじゃん、突っ込んじゃう。はい、じゃあまあ行きますか。到着。うまくいってる。なんだかんだ言ってやれるじゃねえか。いい感じだ。さあ、ゲーム版でも分かれんのかな。あ、やっぱあるのかな。戦場に行くとしようぜ。待ちな、ヤマト。あ、やっぱりあるんだ。やっぱ基本同じだね、アニメとストーリー。やってると味方は全滅だよ。一旦武蔵を分解して戦場まで運ぶよ。バカか、おばちゃん。こっちとら乗ってんだ。分解なんかできるわけが。できるさ。武蔵の体は3つに分解してキャリアで運べるようになっている。マジか。マジか。キャリアオートパイロットモードで発進。ってことは、あの合体バンクも見れるかな。さあ、隊長さんたちがボロボロに、あ、結構カットされてる。殉職ですね。もうすでに 99.9% 人口減ってるのに、さらにこれで兵隊がどんどん減っていく。あれを、ほら。1号機2号機3号機は光線ポイントに到着。これよりスカイビルドシークエンスに入る。了解。上昇開始。チェンジゲッター。完成ユニット、制御モードからアクティブモードに移行。視線制御システム起動。スカイビルドは運ばれてるだけだね。アニメでパッと見た時分かんなかったんだけど、分かれたパーツを運んでるだけでゲットマシンってわけじゃない。スカイビルド開始。自由落下中に合わせて合体するっていう結構無茶なシーンだ。ほら、ヘッドユニット回転、コンテアロック解除、機体アジャスト、ビルド面解放。1番キャリア、リリース、機体アジャスト、第2段階、レフトアーム、ライトアーム同乗、アームコントローラー、チェンジゲッター、ワンって感じです。レッグボーン回転軸合わせ、3番キャリア、リリース、メイン動力バルブセット、エルブレイド、アールブレイド、ラインセット、超高スタキオンエンジン、起動、スカイビルド完了。ヤマト、ワッツが接近している。なんとかする。おい、なんとかって、なんとかって、なんとかだよ。対角に誘導する。1ポセ30、28、75、ビーム反応増大、来るぞ。今だ今だ。嘘、ちょっとバカ。どうよ、ワスプに気象室乗り切ったよ。まずいわ、地表まで機体の転換が間に合わない。やったか。
ぶし銀さん。これが武蔵か。大きい。こちら武蔵。よし。一大ヤマト。ああ、一般兵たちいるじゃん。大丈夫ですか。お前が武蔵のパイロットだと。部隊を退却させてください。あとは俺たちでやります。遠距離武器ね。何を言っている。一機であれだけの敵を相手にするというのが。武蔵ならやれるのか。おいおい、正気か。頼む。ラッシュ攻撃じゃないの。ラッシュ中に切る。これは無理ゲーだろ。確かに。普通なら絶望的な状況だね。ほら、やるぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、みんな、みんなは生きてる可能性はあるんでしょうか。私にはこれがわからない。敵へ高速で接近中。早速おいでなすったぜ。フォトンリボルバー展開。ロック解除。リボルバー出すよ。リボルバー。うさし。フォトンリボルバーを装備した。空中にはこの敵が。やったぜ。初めてにしてはいいんじゃない。ちょろいぜ。このところに宝箱が。オラオラオラ、まあ一面だ。敵もクソ箱なめくし、周囲に注意してなくて。まだ敵の反応があるわ。あるから潰してやる。ワゴンパンチを使うぜ。待って、ヤマト、勝手な行動は許可できない。現場判断でやらせてもらう。ダメよ。あなたたちはこちらの判断に従って、武蔵を動かす中枢はこちらなの。ミナミさん、ここは一つヤマトに任せちゃどうだ。多分ね、おばちゃんいないとこの組織成り立たない。わかりました。エグゼキュート、メガトンパンチ。メガトンパンチ、シーケンス開始。ヘビーアーム、メガトロンチャージャー始動。ハイパーメタルサック展開。エネルギー充填開始。多強フィーダーオン。エクスプロージョンコア展開。ホワイトアーム、ジェット噴射。メガトンパンチ、レディー。R プラス四角でメガトンパンチが打てるよと。R をしながら四角を。メガトンパンチ撃つぞ。ターゲットインクルーダー攻撃照準。ブースター解放。ボルテクスチャージャー接続。メガトンパンチこれは強い。ちなみにね、アニメ版だとね、ジャンプしてね、真下に打つことによって大勢を巻き込んでました。手を使おうが、勝ったが勝ちだ。あの子たちやるじゃないか。武蔵の性能です。あら、手厳しいこと。こいつがメガトンの力。よっしゃ、俺たちも負けてはいられん。分散した敵を確保撃破だ。なるほど、空飛んでるやつへの威力あんまり出ない。ただ、飛んでるやつには遠距離、地上のやつには近距離が強いバランスになってる。操作したら分かるんだけどね、割とロボの動きに重さがないんで、そんなストレスはない。仲間を守れミッションとかがあるかどうかは知らないけど、ね、まあ、地球防衛軍でもそうなんだけど、仲間が狙われてる時がね、一番のチャンスなんで。なんかあったの？メガトンパンチ！よし。ガードブレイク攻撃みたいなのがあった。出てるんだっけ？覚えてない。ゴイ。メガトンパンチ。
って打ち切らないとできないです。そういうのもある。一瞬じゃねえぞ。すごい大きくなっちゃった。ウォーカー。融合型テラーシュ排除する。誰が運転しているの？合体したのか？合体じゃない、ユニット最高性融合。あいつらの科学力は地球の数十年数百年先を行っている。ヤマト、融合、融合型を叩くぞ。しゃあ、インディッシュに行くぜ。ダブルブレイドを使う。ヤマト、ダブルブレイドは近距離武器で、あの融合型に接近して攻撃するつもりか。ここは遠距離で狙うべきだ。勝手に決めんのよ。おとりがいる間に、ね、あなたはフィーリングなんだよ。何？インドライブ R1 プラス3か。ホットスラッシュハリケーン。こいつを完全粉砕するには動力コアを誘爆させる必要がある。以上、マイナス804エグゼキューレクスプレイぶったげる。所詮最初のボス R1 プラス丸ガブン発射エクスブレイク。もう終わってるけど。勝ったぜ。まあ所詮最初のボスですよ。思い知ったか。やったな、やったな、母ちゃん。やったよ母ちゃん、俺やったよ。後ろの一般兵たちが。ニューレコード。リザール、燃える大地。お、初回クリア報酬とミッションクリア報酬。あ、なんかレアアイテム出てんじゃん。ということでね、一応ハクスラ要素ありなんで。分解モード獲得で、まあ、全部もらおう。勝利、めでたいじゃないか。めでたい、めでたい。あの子たち、やるじゃない、やるじゃない。これで奴らも分かったはずよ、地球人がまだ終わってないこと。ちょっとここ笑えるシーンだ。女王様、女王様の声は多分聞いたら分かると。ご報告ですが、我が軍がテラー州に初の敗北を喫しました。ほう、生き延びるためにあが。アニメ版ね、微笑ましいではないか。主役だったんだけどね、あの女王がこのありますが、転写された状態で顔、でっかい顔だけが表示されてて、笑うポイントかなって思っちゃったんだけど、逆だな。あ、恐れながら女王様、なぜあのシェルターに。これ桜井さん。あやつは血を知らぬ。ジョーはミユキチです。いまだにテラー氏との共存などというザレ事を。血を見せることでアーシェム様の牙を引き出すおつもりか。俺アニメで見た時、ジョー様顔だけだったからね。運命の糸に導かれるように彼らは出会い交わり合っていきました。こいつらソーダバーを分け合う友達になって。こんな悲劇がなかったら争い合うこともなかった者たち。もしこんな悲劇がなかったら。こいつずっといじめられてんだよな。犯すことのなかった罪。アフロだからかな。あ、財布が。彼らは生きることの意味を探して、優しいな。目の前の道を進んでいくしかありませんでした。必死に、懸命に。あの空手の子は女の子だね。たった一つの道を。壁ドン。その出会いが人類の未来を左右することになろうとは、
彼らはまだ知る由もありませんでした。この本ください。おばちゃん、愛を机に置くなよ。この天丼は最高だわ。あれあれ、オペレーターの子か、後ろの。ありがとうよ。天丼2つに親子丼、注文はこれで全部ですね。今日は昨日の勝利のお祝いだ。おごりだ、じゃんじゃん食べな。やったいただきます。うめえこんなうめえ天丼食ったことねえぜ。竜の天で米粒がこっち飛んでんぞ、きったれな。手をポケットに突っ込んだまま飯食うんじゃねえよ。このうまさ、まさか下まで鈍感だったとはな。うるせえ、こっちとら食い慣れてんだ。いちいちガキみてえな反応しねえんだ。うまいものにはうまいと舌鼓を打つ、それが男のイズムってもんだ。バカは食う時もバカだったか。やだこら、てめえ表に出ろ。やんのか、上等だタコ。こうして町は秘密を抱えたまま穏やかな時を刻んでいくのです。さあ、ここからが2話って感じかな。デューク、あのおっさんか。津田健です。今から来いってか。何の用だよ、めんどくせえな。さあね、経験値とプレイヤーランク、そしてどうやら一章が終わったみたいだね。眠れる獅子トロフィーゲット。プレイヤーランクが上がると装備ランクの高いものが手に入りやすくなる。まあ、いきなりマップで一気に飛ぶこともできるみたいだけど、まあ、せっかくなんでね、街を探索しながら行ってみようか。裸足、靴、メニュー、お、アチーブメント、時間変更、昼夜夕方で、ちょっとストーリーチェック。あ、なんか結構進んだね。そんな細かかったんだね。前確認した時この2個しかなかったね。記憶のフラッシュバック、細かい細かい。ちょっとレイトン教授のあれを思い出すね。推理ノートみたいなやつ。ヤマト、リュウゴ、テルの3人はメガトン級の武蔵に乗るのじゃ、ね、こまめにセーブはしておけと言っていたんでね、セーブをしておこう。